ガブリアスお姉さんってさ、めっちゃ良くないか？対戦でも活躍してくれるし、経験豊富だからアドバイスが上手いだろうし、それでいて特性がサメ肌だからトレーナーとか仲間を傷つけたら申し訳ないって思ってたら良いし、以下性別がメスだとさらに好きなポケモンを語るすれ。深まるの時から育てられてて、トレーナーからすればかっこいい相棒として見てるし、時折べったりしてくるのも遊びたいのかな？ぐらいに思ってるけど、実は言葉がわからないだけで、恋愛対象どころかバンとして見られててめちゃくちゃ重い感情を向けられてる、みたいなのも良き。深まるの時はトレーナーも抱きついたりべったりだったけど、トレーナーはそんなこと忘れてガブリアスを頼ってて、深まるの頃をずっと覚えてるガブリアスはクソ重感情向けてるみたいなね。ドラゴンポケモンに共通するとこあるなこれ。やはり王道のラルトス、キルリア、ザーナイト。ポケ男児闇空でフライゴンちゃんの可愛さに目覚めた。探検、探検、ワクワクするね音符。私、〇〇大好き音符。〇〇で援護するね音符。めっちゃ可愛い。球根かなぁ。キツネ型の姿が気高いオスもいいけど妖艶な魅力のメスってとってもいいと思うの。ウルガモスかな。ふわふわモフモフだし顔立ちも可愛いし似合うと思うの。メスウルガモスちゃんに卵温めてもらってました。ソーブレイズみたいな闇系かっこよポケモンが激重感情抱えたメスだと俺が嬉しい。ハッサム、メガクチートちゃん。ツインテールの地雷系女子みたいなとこある。サメ肌ガブリアスお姉さんはトレーナーと心置きなく触れ合える砂隠れガブリアスを羨ましく思ってるといい。トレーナーはそうと知らず特性パッチを使ってサメ肌にされちゃう砂隠れガブお姉さんはかわいそうかわいい。最終進化が通信進化のポケモンも結構重たそう。周りの人や図鑑がないとわからないのに、それを調べて交換してくれる人、身内でも良いがを探してくれるのってすごいよね。ポケパークは1と2どっちもガブリアス出てるけど背びれの切れ込みないからどっちもメスなんだよね。そしてセリフがかっこいい。ミュウが私に化けたって？誰に化けたらいいかよくわかってるじゃないか。1。何の用だ？バトルをしたいなら受けないでもないぞ。2。何このイケメン、メス。ポケモンは基本的にオスメスで違いがある種族はオスが公式絵にされがちだけどガブリアス系統はシロナさんの個体がメスだからメスがデフォルトになってるんだよな。性別あるんだかないんだかわからんような子が実は女の子というのは鉄板だと思うんですよね。というわけで工事現場の同僚お兄さんを密かに目で追っているギガイアスちゃんを押します。キモッタマカーちゃんみたいなカバルドンメスとか私障害。スレガのガブリアスはオスじゃね？お姉さんなのさ。腕に隠れてて判別しからいけど公式絵のガブはメス。御三家とか性別比率的にメスが珍しい系のポケモンは普通に嬉しい。もう下心でメスしか厳選してないからこういうスレ見るとあとなるかしらになってしまった。好きなガブリアスお姉ちゃんはアドバイスを求められたけどいい感じのが思いつかなくて剣舞してからぶん殴れば大体いけるよっていうお姉ちゃんです。 CP 談義に片足突っ込みそうだけど白菜のお姉ちゃんないしボディーガードやってるガブリアス好き。いや、アニポケでディアパル暴走時に白菜を守るガブリアスにハート射抜かれちゃって巨剣突撃をした後に、うわーん起き上がれないよってなるセブレイブちゃんはいますか？ガブリアスお姉さん、オスええやん。外弁慶で対外的にはオラついてるけど、プレイベートだとメスになる。これはドンカラス。ドミトレスク夫人的なヴィラン系マダムっぽさもあるし名前通りマフィアの女ボスでもかっこいい。格闘タイプのメスには、おってなる。ドドゲザンメスとか翡翠大剣器メスに憧れてるソーブレイズメス。鬼氷とか雪の王みたいなポケモンが子供たちに、旦那、とか呼ばれて、私、メスなんだけどなぁ、って少し悲しそうにしてるのを慰めたいよね。ダイヤモンドパールトで初めてシードランゲットした時、あ、女の子なんだ、と驚いた。本編のごたごたに一切関わらず誰も寄りつかない火山でたった一式で過ごしてるところが、外の世界に興味なく静かに暮らしてるロノ女神ヘステアみたいで良い。トレーナーにゲットされたせいで外に引っ張り出されてもバトルの楽しさを知ったり、綺麗な景色とかたくさん見てほしい。いかついやつ性別あるのかどうかわからん見た目のやつ、がメスだとかはいいな。前者はバンギラス、後者は巨人王あたりを挙げさせてもらう。月光がメスはくの一感あって好き。ヨノワールとかメスだったらムチムチボディが過ぎてエッチだなぁと思う。